いつもああいう人でして、口下手で。いえ。ご飯でも上がっていただくといいんですけど。それじゃあお母さん、どうもお邪魔いたしました。じゃあ、もし門が帰ってまいりましたら、あなたが訪ねてくださったことをそう言っておきます。ところが分かりましたら聞いておいてください。これはほんの少しですが、どうか。何でございましょうか。少しで恥ずかしいんですか。そんなことしていただいて、どうか大小遣いにでも。それいけませんよ、そんなご心配。お願いです。なんか土産でも買ってくるとよかったんですが、どうかこれだけは受け取ってください。でないと僕何の足しにもならないでしょうが、せめて僕の気持ちは汲んでもらって、どうか受け取ってください。突っ返すなんてことしないでください。お願いします。じゃあこれで失礼しますが、お元気でどうぞ。お父様にも悪く思わないようにおっしゃっておいてください。ですか。ええ、こっちのは夏菊です。夏はこれ綺麗でしょうね。夏咲く菊はどんな色ですか。黄色い花です。死になったばっかりです。あら、じゃあもっと一つ違いで。これ僕の住所なんですが、モンさんに渡してくださいますか。きっと渡します。あの子も時々居所が変わるらしいんで、そのうち来るからいいなんて言って知らせても来ないんですよ。もしあったら、え、よろしく。そう言っときます。これ召し上がってください。じゃあさよなら。I don't know.